引き続き国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。まず水循環基本法案起草の件について議事を進めます。本件につきましては理事会等でのご協議を願い、お手元に配布してあります通りの草案が作成されました。本起草案の趣旨及び内容につきまして委員長からご説明申し上げます。水は生命の源であり、絶えず地球上を循環し、大気、土壌等の他の環境の自然的構成要素と相互に作用しながら、人を含む多様な生態系に多大な恩恵を与え続けてきました。また、水は循環する過程において、人の生活に潤いを与え、産業や文化の発展に重要な役割を果たしてまいりました。特に我が国は国土の多くが森林で覆われていること等により、水循環の恩恵を大いに享受し、長い歴史を経て豊かな社会と独自の文化を作り上げることができました。しかし、近年、都市部への人口の集中、産業構造の変化、地球温暖化に伴う気候変動等のさまざまな要因が水循環に変化を生じさせ、それに伴い、渇水、洪水、水質汚濁、生態系への影響等さまざまな問題が顕著となってきております。本起草案は、このような現状に鑑み、水が人類共通の財産であることを再認識し、水が健全に循環し、そのもたらす邸宅を将来にわたり享受できるよう、健全な水循環を維持し、または回復するための施策を包括的に推進していくことが不可欠であることから、水循環に関する施策を総合的かつ一体的に推進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。第一に、基本理念として水循環の重要性及び健全な水循環の維持、または回復のための取り組みの推進、水の公共性及び水の適正な利用、健全な水循環への配慮、流域の総合的かつ一体的な管理並びに水循環に関する国際的協調を定めることとしております。第二に、国は基本理念にのっとり、水循環に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有することなど、水循環に関する施策について、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を定めることとしております。第三に、水の日を設け、これを8月1日とし、国及び地方公共団体は、水の日の趣旨にふさわしい事業を実施するように努めなければならないこととしております。第四に、政府はこの法律の目的を達成するため、必要な法制上、または財政上の措置、その他の措置を講じなければならないこととしております。第五に、政府は毎年国会に政府が水循環に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならないこととしております。第六に、政府は水循環に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、水循環基本計画を定めなければならないこととしております。第七に、基本的施策として、国及び地方公共団体は、貯留、環境機能の維持及び向上、水の適正かつ有効な利用の促進等の施策を講じるとともに、流域の総合的かつ一体的な管理を行うため、連携及び協力の推進に努めること、また国は健全な水循環に関する教育の推進、民間団体等の自発的な活動の促進、水循環施策の策定に必要な調査の実施、健全な水循環の維持、または回復に関する科学技術の振興、国際的な連携の確保等に必要な措置を講じることとしております。第八に、水循環に関する施策を集中的かつ総合的に推進するため、内閣に水循環政策本部を置くこととし、当該本部の長には内閣総理大臣を充てることとしております。以上が本起草案の趣旨及び主な内容であります。これより採決いたします。水循環基本法案起草の件につきましては、お手元に
配布してあります草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立総員よってそのように決しました。次に雨水の利用の推進に関する法律案起草の件について議事を進めます。本件につきましては理事会等でのご協議を願い、お手元に配布してあります通りの草案が作成されました。本起草案の趣旨及び内容につきまして委員長からご説明申し上げます。近年気候変動等に伴い我が国において1日の降雨量が100ミリメートル以上となる大雨の日数は長期的に増える傾向にあり、特に最近は局地的な豪雨が多発する状況も見られます。市街化が進んだ都市部では流域で行き場を失った雨水が下水道、河川等に集中し、それらの対応能力を超えて流れ込む結果、地上に水があふれ都市機能を麻痺させたり、地下空間が浸水したりする都市型水害が多発いたしております。一方そうした雨水を貯留させることができれば、水洗便所での利用、消火や災害時のための備蓄等への活用も可能となるなど、雨水は水資源として無限の潜在的価値を有しております。本起草案は雨水は流せば洪水、受けて貯めれば資源との考えのもと、雨水の利用の推進に関し必要な事項を定めることにより、雨水の利用を推進しもって水資源の有効な利用を図り、合わせて下水道、河川等への雨水の集中的な流出の抑制に寄与しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。第一に、国は雨水の利用の推進に関する総合的な施策を策定し及び実施することとしております。また地方公共団体はその区域の自然的社会的条件に応じて雨水の利用の推進に関する施策を策定し及び実施するよう努めなければならないこととしております。第二に、国土交通大臣は雨水の利用の推進に関する基本方針を定めなければならないこととしております。また都道府県は基本方針に即して当該都道府県の区域内における雨水の利用の推進に関する方針を定めることができることとしております。さらに市町村は基本方針及び都道府県方針に即して当該市町村の区域内における雨水の利用の推進に関する計画を定めることができることとしております。第三に、国は国及び独立行政法人等が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標を定めることとしております。第四に、地方公共団体及び地方独立行政法人は国の目標に準じて当該地方公共団体及び地方独立行政法人が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標を定めるよう努めることとしております。第五に、政府は特に雨水の利用を推進すべき建築物における雨水の利用のための施設の設置を推進するため、税制上または金融上の措置、その他の必要な措置を講じなければならないこととしております。第六に、地方公共団体はその区域の自然的社会的条件に応じて雨水を一時的に貯留するための施設の新設、不要となった浄化槽の当該施設への転用、その他の雨水の利用のための施設の整備について助成を行うよう努めることとするとともに、国は助成を行う地方公共団体に対し財政上の援助をするよう努めなければならないこととしております。以上が本起草案の趣旨及び主な内容であります。これより採決いたします。雨水の利用の推進に関する法律案起草の件につきましては、お手元に配布してあります草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
起立総員よってそのように決しました。なお、ただいま決定いたしました両法律案の提出手続き等につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。よし、異議なしと認めます。よってそのように。